メルシートリックスター。たくさんの寮生が一堂に集って口々に私を祝福してくれる。トレビアンだね。クラスで顔を合わせた時、ロア・ドゥ・レオンにもぜひパーティーに来てほしいと伝えたんだ。でもその後レオナ君に伝言を頼まれたムッシュー・タンポポがパーティーに来てね。行くわけねえだろという返事だったよ、ケルト・マージュ。ついでながら伝言役のラギー君はちゃっかりパーティー料理を満喫しているようだったね。そういえばお誘いしたロア・ドゥ・ドラゴンの姿も見えないのか。ま、気長に待つとしよう。それも狩りの醍醐味さ。そして一番嬉しかったのはもちろんビルとエペル君がお祝いしてくれたことだ。二人の美しい笑顔を見ているとつくづくポムフィオーレに入れてよかったと思うよ。今日は私の誕生日パーティーだけれど、みんなにも楽しんでほしい。もちろん君もね。それはね、秘密だ。おうらら、どうにも私のことが気になるようだね。私自身、気になったもののことはどこまでも追求したくなるから気持ちはわかる。だが、のん、それにね、秘密は秘密のままの方が甘美なものだよ、トリックスター。スポーツ競技のアーチェリーも弓を使ったボウハンティングも得意だよ。的に向かっていると周りの雑音が聞こえなくなるほど集中力が高まるんだ。感覚を研ぎ澄まして放った矢が的を射抜いた時の感動はエクセラン。想像するだけで気持ちが高揚するよ。ウィーウィー、しなやかでありながら力強い弓にはそういう美しさがあると思うよ。ああ弓よ、お前は清らかな純愛のために臆病な背中を押す気高き勇気。ああ矢よ、お前は熱き恋心をその身にまとい、まっすぐに思い人へと届ける敬虔な愛の使者。ああすまない、一つのことに集中すると周りを見失ってしまう私の悪い癖だ。とはいえ私が弓矢にどれほどの思いを持っているか理解はしてくれたかな。そうだね、私は美しいものは何でも好きだけれど、中でも双眼鏡は素晴らしい発明品だと思うよ。私自身は視力がいいから道具に頼る必要はないのだけれど、気づかれないほど離れていようと相手を見通すことができる。まるで物理的な距離が嘘のようにね。トレビアンな発想だと思わないかい。レバーパテだね。あの野生味と高貴さを兼ね備えた料理ときたらセボン、実にいい。ただ鮮度が命の料理でね、残念ながらなかなか美味しいものに出会えない。しかし今日のパーティーで用意されていたものはトレビアンだった。君はあの至高の味を体験したかい。なんてもったいない、ぜひ食べてみてくれ。君もあの味を知ってしまったらレバーパテの虜になること間違いなしだ。ニンニクだよ、嫌いというか困るからだけれど、匂いが残る食べ物は狩りの邪魔になるからね。ノン、狩りをするときしないとき、そんな境界は私には存在しないよ。大自然の生き物を見たまえ、狩る者は常に目を光らせ獲物を探している。そして弱き者は絶対に狩られまいとどんな時も注意を怠らないだろう。
トリックスターも気をつけたまえ。ああ、君がぼんやりしていて気づけば駆られていたなんて事態に陥っては悲しいからね。